よせさん、月では花は咲かない。確かにそうかもしれません。花を咲かせようと思うと、まずは、まあ、肥沃な土壌が必要になってきます。いわゆる畑を耕してね。で、いい種をまかないといけないですよね。しかも、種1個だったら、それがダメになった時終わっちゃいますんで、やっぱりね、いくつか蒔いておく必要がありますよね。であとは、適宜日光や、それからね、水を与えたり、栄養をその植物に与えないと、 やっっぱ花ってのは咲かないと思うんですよ。プラスその花を摘みに来るね害虫とか害鳥とかっていうのがいるかもしれません鳥ですよねそれから虫そういうのに食われないように適度にメンテナンスする必要がありますそうやってやっと花ってのは咲くんですよねで人間に置き換えてみると花を咲かせようとある程度花を咲かせようと思うとねある程度若くて元気じゃないと やっっぱり健康の花って咲きにくいと思うんですよ、まあ、ですんで遅咲きならなおのことねやっぱりこう若さを失ってしまってるわけですから他の要素で花を咲かせないといけないのかなと思いますよ例えば若さがなくて元気がね衰えている部分栄養を補給するために高い肥料を買うとかねお金が必要ですよねそれからなるべくいい場所日当たりがよくってで害虫とかがね来ないようなところそういった場所を取る必要があります つまりお金がかかります。ね。結局、花を咲かせようと思うと、お金がかかるんですよ、うん。お金以外でもできる方法はあると思いますけども、お金以上にハードルは高くなるんじゃないかなと思いますよね。でね、私最近ね、ライブ放送で恋愛の話ばっかりして、もうね、3ヶ月ぐらいになるんですよ。で、えー、と、先ほどですね、そのライブ放送を YouTube 化したものをずっと見てくださってる方がいまして、 42歳の方です。まさに年収350万。久保さん、私がね、放送している内容は、まさに私のことを言われてるようで、食いるように朝早く起きて見てます、聞いてますっていうふうに言われてました。で、その方は、7月の上旬から私の YouTube を見るようになって、で、特に朝のライブ放送の恋愛ネタに、20代の女性にモテるために40代の男はどうすればいいかみたいなのが好きで見てるそうなんですよ。この人42歳で年収350万で 同じ職場にいるアルバイトの24歳の女の子にちょっと気があるということで18歳差年の差恋愛をまあ挑戦するというかね仕方ないですね30代とか40代の女性に心惹かれずに24歳の女の子にねっほの字になってしまったんでまあでも私が言うように24歳の女性も1年たれば25歳になり2年たれば26歳になるとで男性も 年を取るでしょってだから悠長にチャンスを狙ってる暇はないとまず行けっていう風に放送では申し上げていたら7月上旬に私の YouTube を見てもうね7月中旬には告白をしていたそうですで一応付き合ってるみたいなんですよ、ね、付き合って今だから2ヶ月目だそうなんですよでやっぱり、ね、将来のことを真面目に話し合うそうなんですよねで彼女が言うには私は24歳でこれから誰かに出会って 恋愛を2年3年して、それからまあ結婚をやっぱり考えるんですってその頃には多分27とか28になってると思うから結婚したと同時にもう出産の準備とか家庭を作っていかないといけないそうすると私は仕事を辞めないといけない時期が必ず来るんですってだからその分私は出産に1年から2年かけるんで仕事はできませんとその間私の分までやっぱり稼ぐか貯蓄を持ってくれる男性がどうしても 最低限必要なんですよもちろん男性から見てもそういうのが理解できたらあ自分の稼ぎじゃ大丈夫だな無理だなってのが分かると思うんでそういうこともちゃんと話し合って決めていきたいんですってことをねたまに言われてるらしいんですよ。でこの42歳の男性はあ結構ね恋愛で時間が過ごしていくんじゃなくて真面目に先のことを考えてるなって思ったらしいんですよ。そそれにに控ええ自分はそんなことを考えずに この年収350万に何の責任も持てなかったなというふうにね今反省して、えー、ついに今日ね即課塾っていうのは副収入を稼ぐ方法を教えてもらえるんですかっていうふうにメッセージが来たんで返信で即課塾の案内を送りましたよ、ね、多分この方は生涯で初めて自分の年収が低くて取り返しがつかないってことに気づいたと思うんですよでも今なら間に合う今ビジネスを学べば 40代で年収を500万600万800万にすることは可能だと思いますこの方がもし本当にこの愛する人のためにね自分の家庭自分の野菜を持ちたいと思うんだったら金ぐらいは稼ぐと思うんですよということでね職場っていうのは出会いの場にできましたでも自分の資産を構築する場所には不適当だということが多分分かってくるんじゃないかなと思いますんでこれからね副業をしながら私がそれは指導しますからそっちの収入を上げながらね ついには、その事業なり、ビジネスで、まあ、例えば年間で5六百600万とか稼げるようになって、まあ、簡単ですから、5六百600万なら。で、暖かい家庭を築くための石を作ってくれる。そんなね、3年ぐらいにこれからなってくれるんじゃないかなと思います。まあ、個別でもお話ししたんですけども、ね、この人を A さんって仮に呼びます、男性はね。A さんって、今から始めて45歳、ね。彼女は24から27になります。その時に、 結婚式をするつもりでやっていきましょうと。それが多分最後のチャンスです。一花咲かせましょう。必要なものは私が提案します。というふうにお話ししました。さあ、続きはどうなるでしょうか。私も楽しみです。いってらっしゃい。